旅立たれる瞬間に立ち会えてよかった。どうも、介護福祉のカズです。よろしくお願いします。今日はですね、先週今体調不良の方がたくさんいて、その中のお一人が、サチュレーション 80% 切って、お熱も高くてどうなるかなというねところでしたけれども、今回その方のお話をさせていただこうかなと思います。はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。そしてコメントもなかなか返しきれてませんが、必ずお返しいたしますのでよろしくお願いします。このチャンネルでは介護のこと、認知症のこと、悩みの解消のヒントになるように事例を通して私の考えなどをお伝えしています。また介護福祉士国家試験対策もやっております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、サムネを見ていただいたらお分かりかなと思うんですけれども、結果から言うと、その亡くなられてしまいましたよということなんです。なので、今回はその方のお話とともに、お看取りのことについてお話をしていきたいなと思ってます。今回のことで思ったことっていうのが5つあります。気づけてよかった、誰にも気づかれずに一人で旅立たせたくない、死の直前の涙、死後20時間、そして私は死神じゃないということですね。これについて、今週は一つずつお話をしていきたいなと思います。今回は気づけてよかったというところでお話をしていこうと思います。お話をする前に、お看取りですごく大切にしていることっていうのが2つあります。それが、誰にも気づかれないで一人でね旅立たせたくないっていう思いとして、その方は最後の瞬間に私を選んでくださっているっていうことを大切にしています。今日お看取りになるだろうねっていうことになったらね、まずそれを思い出すようにしています。皆さんの施設でお看取りってされてますかね。僕はね、6年間特養にいた時はお看取りってしてなかったんですけれども、有料にね移ってからお看取りをさせていただくようになって4年くらいか、その間に何名かいらっしゃいますけど、その度にね勉強させていただいているなというふうにね思っています。一昨日のことなんですけどね、お話をしていこうかなと思います。出勤してまず先週気になっていたご入居者様の情報確認をまずねしますよね。だってずっと気になってたしね。でね、血圧も低いし、体温も低くなっている、ゴロゴロするんですよ。なんかね、痰が絡んでるのかなとか、痰吸引しても取りきれないとかあるんですけど、自然全明って、死の前の全明って言うんですけど、おそらくそれなんじゃないかなということと、あとはね、もう化学呼吸、顎でね、胸部を使った呼吸がねできなくなってきているので、顎とかが少しね動く程度の、呼吸になってくると、これってもうね、臨終期の兆候が見られているなというふうに感じました。臨終期っていうのは、念のため一応ご説明しておくと、死が間近に迫っている時期のことですね。で、臨終期のことに関しては動画をね、介護福祉士国家試験対策で一度撮っているのでメイクしているんだけどね、お話ししてますので、よろしければそちらの方を見ていただければなと思います。臨終期の兆候だなというふうに思いました。やっぱりスタッフみんな思ってること、今夜かもねっていう話でした。私もそう思ってましたし、むしろ私の場合、皆さんはねどう思うかわからない、そんな大変な時に夜勤やりたくないとかね思うかもしれないけど、僕はね逆思ってます。実はお看取りをさせていただける日なんだなっていう風に思ったりしてます。大変だねとかさ、こんな時にごめんねとかって言われたりしますけど、全然そんな風に思ってないです。これ本当に考え方がねある時ガラッと変わったので、僕のすごく尊敬する介護福祉さんがいて、その方の言葉ですごく価値観が変わったというか、見方がね本当にすごく変わったんですよ。恩人ですね、本当にね。むしろ僕を選んでくれたんだってね思うので、よかったなと思います。でね、もう一つ先ほど言った、大事にしていること一つね、一人で旅立たせたくないなっていうこと、死の瞬間には立ち会って差し上げたいと思っています。とはいえね、他のご入居者さんもいらっしゃいますし、お手伝いもありますから、付き添って差し上げるってことはできないかなっていうのが現状ですよね。それでもね、僕は少しでも変化に気づいて差し上げたいと思っているので、ご飯の時とか就寝介助に入っている時とかっていうのは、なるべくお部屋を通り過ぎるようにしてちらっとね確認をさせていただきます。見させていただいて、少しでも動きがあれば次の方のケアに入っていきます。でもだんだん呼吸も少なくなってくるし、動きも少なくなってくるから、あれ動きがないなって思ったらすぐ近くに行ってね確認をするっていうことを繰り返してました。これを繰り返して、私が出勤して1時間後また動きが見られてないんじゃないかなって思って、おそばに寄った時に、もうね呼吸をしているっていうよりも、なんかね体内にある
空気を放出しているっていうね感じでしたね。なのでね、もういよいよかなというふうに感じて、サチュレーションの測定をしたんですけれども、もうサチュレーションも取れないで、あんまりそんな状態で血圧、手首とか腕とか苦しくさせたくないから血圧は測らなかったけれども、もうサチュレーションが取れないっていうのと脈が取れないっていう時点でもうすぐだなと思ったので、もうね手をこう握りありがとうって伝えながら息を引き取るまで、ね、おそばにいることにしました。しばらくして本当に何分もしないうちに呼吸が止まっていくのをね確認して、でそれから手を合わせさせていただいて、改めてお疲れ様でした、ありがとうございましたとお伝えさせていただいて、エンゼルケアに入っていくという感じでした。この後についてはまた次回お話ししていこうと思います。ケアの途中でもうちょくちょく離れたりとか、やりすぎじゃないって思う人もいるかもしれないんだけど、僕はどうしても一人で旅立たせるってことをしたくないんです。その瞬間に立ち会いたいと思っているんです。これはまあエゴとしてなのかもしれないけれども、一応理由があって、この理由についても次回お話しさせていただけたらなと思い、次回は誰にも気づかれずに一人で旅立たせるってことはしたくないというねお話をしていこうと思ってます。この後はですね、介護福祉士国家試験クイズとか、あとね質問箱っていうのがあって、それに匿名で届いた質問があって、エンディングで流していこうかなと思ってます。そう、5月から少しずつコンテンツの内容を変えていこうと思ってます。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。では皆さんおやすみなさい。ちょっと私もおやすみなさいします。バイバイ。はい、では介護福祉士国家試験クイズやっていきたいと思います。死が間近に迫った時期のことを臨終期と言います。臨終期の兆候で呼吸は鼻翼呼吸や下顎呼吸に変化し、徐々に回数が減少します。いかがでしたでしょうか。ではこの後は匿名でいただいた質問に答えていきたいと思います。偶然会ったことある芸能人っていますか。はい、ムロツヨシさんです。ネットではグイグイ話せるのに、リアルだとコミュ障になってしまうのが辛い。私はどっちもです。大コミュ障なのでとっても辛いです。